こんばんは、佐藤光郎です。僕は今日、東京は初台の方に来ていますよ。なんだこれやっていう話ですけども、まあとにかく最初に紹介します。日本が世界に誇る、ミュージシャン、島崎智子さんです。ありがとうございます。島崎智子です。よろしくお願いします。お願いします。今日2度目まして。2度目は、はい。はい。ちょっと簡単に僕から皆さんに説明します。去年の12月にですね、僕あの那覇でライブしまして、でライブが終わった後にこのバンドメンバー、僕ツインボーカルでやってるんですけど、女の子の陽子ちゃんの方から、光郎これ見なさいと、多分これで学びなさいと、不思議なお前の性格これ直しなさいっていうのが分かんないけどすごいまあミュージシャンがいるよってことで、送られてきて、島崎智子さんのデッサンっていう曲が送られてきまして、 YouTube で、はい、もう食い入るように僕見まして、本当にそれから1ヶ月もうエンドレスリピートでそれ聴きまくるぐらいな、はい、でわあこんなすごい人がいるんだと、でこんなすごい人がいるのにもうまだこう前にあまり人の前に出てないことが悔しくなっちゃって、なんかありがとうございます、超絶微力ですけども、僕の読者さんたちにはせめて伝えたいなと思いまして、はい、で僕のブログで書かせていただいたんですね。こんな素敵なミュージシャンがいるんだぞと、すごいぞってやったら、ある一人の読者さんが島崎智子さんに直接 LINE か Twitter 送ってくれて、はい、みっちゃんがっていうやったら、島崎智子さんが本、僕の本を読んだことがあるよと、はい、そのツイッターを僕拝見しまして、那覇でうひょーいってなって本書いててよかったってなって、いや私も目ん玉飛び出ました。あ、本当ですか。はい、目ん玉はでも戻りましたね。あ、戻りました。一回飛び出た目ん玉、よかったです、はい、なんか戻った後に出会えて、はい、いやでもまあそれで僕本書いててよかったと本当に思って、はい、で今回東京に僕イベントで来てたので、そのイベント終わりに、ちょうどライブをしているってことで、これも駆けつけたいと思って駆けつけさせていただいたら、YouTube ですでに100を超えていた僕の感動が1万ぐらいで来たもんで、あ、これはもうぜひってことで、終わった後にちょっと電話番号を教えてくださいって言って、で今日はその2日後です。いきなり今日朝の8時に電話かけてきやがってすいませんでした。朝の8時に電話本当にかけてきやがって、寝ているところ、何時に今日送られますか。1時です。あ、いや1時に、だいたい昼過ぎまで寝ております。そう、結構夜行性だ。夜行性だし12時間寝ます。ほう、はい、寝すぎですよね。じゃ夜行性でもないんだ、12時には寝てるってことが計算。ね、2時ぐらい、12時から2時ぐらいまでの間に寝て、今日は早起きしたんですよ。だいたい3時か4時ぐらいまで寝てるんです。昼間の、はい。おー、すごい。地球のじゃあ半分、時点の半分分は寝てるんですね。寝てるもん、寝てるのが一番や。寝てるのが一番や、うん、何かあったら寝るのが一番や。そうです、はい、そうですよね、そうです。今日どうですか、朝8時に急に僕が電話来て、やっぱイラッとしましたか。いや、あーんって思ったけど、眠いって寝てしまった。あ、そうですよね。ね、もう一度言いますけど、寝るのが一番ですからね、この地球では。で、1時にじゃあ電話していただいて、はい、で急ですけど、もう本当は僕今日飛行機も実は1時台のを撮っていて、でも可能性あるんじゃないかな。実は今日の朝なんかテンションが勝手に高まっちゃってて、はい、今日も朝からずっと動画見て、だからライブ見た後なんで、これなんかもう絶対に人に知らせたいと思って知らせるために何かできることと思ったら、 YouTube 撮りたいと思って、はい、YouTuber になりたいと思って、違うかあれや、本当になんか紹介したいと思って電話しました。ありがとうございます。今日、いやいや、こちらの方です。今日お会いしたら、こういうタイミングも良かったそうで。はい、そうなんですよ。もう2ヶ月ぐらい前までは、絶対お断りしてた。そう、人と、会うことが苦手とか、はい、下手やというふうに認識してたの。自分で自分を認識する。はい。それをもう、やめって思って。で、そういうふうには言わないぞっていうふうに決めて、はい、この2ヶ月。ぐらい過ごしてて、うーん、その流れだったんで、もうぜひバーンみたいな。いや、本当いいタイミングでしたね。はい、だからこれ3ヶ月前に僕がお願いしますよ。もういやいいです。ああ、怖い。怖い。こんな変なやつ来たみたいな。そうですよね。そうなんですよ。いや、よかった。認識ってこんな簡単に変えれるんですね。そして。もうやっぱな、いや、それぐらい強烈な出来事があったからなんですけどね。はい。何があったんですか。いや、まあ彼氏に振られたんですけど。ああ、強烈ですよね、一番。この世において一番強烈なのは振られるですよね、だって。そうなんですよ。それでなんか、
その私あの育った環境があんまりよろしくなくて、あの教えてください、いろいろと。決別っていうやつをしてて。決別、あのもう連絡取らないように、あの着信拒否とかもしてて。彼氏さんどうですか。いやいや、あの育った環境と、ちょっと認識に今時間が、育った環境と決別されたんですか。そう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 。ほいで、結婚してたんですけど、去年離婚して、はい、でその次のお付き合いしてた方とお別れしたんですけど。あ、今回、はい、はい、するとその固定の相手が誰一人いなくなっちゃったんですよ。おーおーおー、なるほど、はいはいはい、で、そしたらその何を演じていいのか分かんなくなってしまって、はい、ほいであの認識変えれたんです。おお、そう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 。じゃあ悪い出来事でいい出来事があったんですよね。そうです、同時同僚で。はい、そうなんです。離婚されてるんです。はい、そうなんです。何も知らずに、あの YouTube を拝見させていただく限りでは、はい、結構そういう恋の曲が多いなと。そうです、もう非常に依存しておりました。依存で、はい、固定がなくなったら、はい、今言ったんです、固定するものがなくなったら、はい、演じるものがなくなるっていうのに今ちょっと衝撃を受けたのが、はい、じゃあ何か固定されてる相手があったら、やっぱそれに対して演じてる自分がいる。そうそうそう、役割があるじゃないですか。人間ありますよね。僕会社に行ったら会社員だし、うん、僕電車に乗ったら乗客だし、あ、そう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 、コンビニに行ったらお客さんだし、で家に帰ったら僕お父さんです、はい、あ、そうですよね。役割がそれぞれに役割、そうそうそう、はい、そうで、お父さんっていう役割多分一番強烈で、はい、なぜなら毎日あるじゃないですか。毎日ある役割、はい、これ残業もありますよ。これ残業もありますね。そうすると結構そのなんていうのかな、自分で居やすいじゃないですか。はい、あ、お父さんは。そう、あのお父さんであるっていう役割を演じてる間は自分っているって思えるじゃないですか。いるっていうのは存在っていう意味で。ああ、そうですよね。だって役割設定があるから、それがあるんですもんね、うん、お父さんというものがここにあるんだから。そう、はい、そうそうそう、そうだ、確かに。そう、乗客はな、まあ瞬時で変わる役割やから流れていくもんやけど、うん、はい、そうそう、その固定の演じる相手がいないっていうのは、あ、そういうことか。だって12時間まず寝てらっしゃるし、そうそうそう、起きて、そうか、固定、何かっていう役割がちょっと、だって、彼さんだったら彼女という役割がちゃんと固定してあって、 それを演じることができる、彼女というもの。そうなんです。しかも一応続くって思ってたから、うん、ね、スパンも長く思ってたし、はい、毎日連絡は取ってたし、はい、そうそうそう。でもそれがもうついになくなっちゃったことで、こう、それこそコンビニに行った時のお客さんは演じれるけど、はい、そういうあの断片的なものしかなくなってしまって、すると自分っていうあのどんな性格やったかとか、はいはい、いわゆるその自己像みたいなやつが、はい、もうその相手がおらへんかったらできへんわけ。へー、すごい。あの壁って押したら、あのちゃんと手応えがあるし、はい、実は壁も押し返してくれてるんですよね、作用と反作用で、はい、そういう姉がなくなって、そう、力を行使できてないんだ。そうなんですよ。ふわっふわって、そうですよね。だって力って受け止めてくれるものがあるからが行使であって、そうなん、嫌な人がいるからあの好きって感情も分かる、はい、それがなくなって、なくなってちょっとふわっとしちゃって、はい、もうこれ自分の設定変えよう、なるほど、今やみたいな、今やこれチャンスやと。そう、でもいいですね、ちょっとそれで用に転じて。そうなんです、本当に良かった。でも今もでもドキドキしてます。あ、僕もずっとドキドキしてます。やっぱそうですよね、朝の8時に電話来たら。そう、まだあの自分の自己設定変えて間もないから、これやれんのかなっていうね。いや、今チャレンジ中ですね。超チャレンジですよ、僕も超チャレンジ中で今。あのなかなかこうやって、はい、あの簡単には実は声かけること僕もできなくて、実は。嘘だー。本当なんですよ。結構今日の朝、勇気が出たなと思ってそうなんですね。だって声かけるにあたって、はい、嫁と僕30分相談しましたもん。マジっすか。マジっすよ。だからどうしよう。あ、まあ、もちろんそれはあの今日帰らない可能性があるよっていう相談も含めてのあれですけども。はい。はい、いや、私はてっきりあの光郎さんのいろいろな YouTube を拝見してて、
この人はなんと人を巻き込むのが、そうですね、人ひどいですね、あまりにもひどい、あれあまりにも確かにひどいけどもひどいけどもやっぱそのために一応ドキドキはしてるんですよ、やっぱりあのそれぞれ の, あの生活がありますから、かあのなんか悪いなって思いながら、宗教とか超急でしたから、いや勇気出ましたわそれ聞いて、そうだったんですね、そうです、ありがとうございます、いやいやいや、こちらこそありがとうございます、そうかそうか、そうやったんか、今日あの実は何か2人で、もうだから僕にとってチャレンジがもう一つあって、こんなに日本の宝と一緒に僕のような下手な音楽かじりがなんかそれを本当にチャレンジで、でももうそれに勇気出したんですよ、いやもうこれは胸を借りるつもりで行こうと思って、何か一緒にこの時間内で、あと3時間あるんですけど、はい、あと3時間で余裕やな大阪なんですね、あ大阪出身で、そうそうそう、あでこの切ったっていうのはそれで東京に出てきたってことなんですか、そうですね、まあでもあの完全にっていうか決別したいって言ったのはまだね4年ぐらい前で、そんな最近の話なんですけど、でもでね、あれのこの話していいのか、あどんな話もいいですか、はい、もう今は結論から言うと、はい、あの決別っていう概念もない状態、ああ素晴らしい、超自由にさせていただいております、はい、おおなるほど、そうなんです、わかります、僕あの肉をやめた期間があって、あその時肉をやめてるから肉が一番意識されてるんですけど、はい、でその後に肉をやめるをやめたんですよ、はい、そしたら肉を食べるも食べないも、はい、そこからふわっとまた違う次元に行くので、あのどっちでもいいってやつですよね、はい、うん、それが一番や、だ今決別にも依存してないというか、縛られてないです、もうだ別に連絡取るとも取るしってことなんですよ、取りたくなったら取るし、うん、別に取らないし、嫌やったら逃げるし、うん、っていう感じ、ああ一番自由ですね、自由です、はい、それを超えた段階で、そうなんです、そうなんです、あいい時にお会いした、うん、そうなんですか、はい、じゃあ曲を作っていこうと思うんですけども、はい、なんかこんなことなんであのやってるかっていうと、はい、あのなんか曲って意外と一人で作ってると、まあ、バンバカできるんですけど、バカみたいにできるじゃないですか、はい、と誰かと作るときってやっぱりいろんな自分の抜かないといけない部分があったりとか、うん、いろんな飛び越えないといけないところがあったりだとか、はい、でやっぱり地球って誰かに合わせるっていうのが必要な星なんだなと思って、はい、部屋で一人で作ってるのがもちろん一番楽だし、うん、その降りてきたものそのまんまだと思うんですけど、はい、化学反応したかったんじゃないかなと思って、神様っていうのがいるとしたら、うん、何かと何かを出会わせてみたかったんじゃないかなみたいな、右に左を掛け合わせたらどうなるんだろうっていうのがこの地球じゃないかなって、地球って右と左が同時にあるんですよ、びっくりしません、右と左が同時にあるってよくよく考えたら、なんだこれやっていう話なんですよ、右というものと左というものが同時に存在している場所って、はい、これ何って話なんですよ、はい、バカと天才が同じ人にいるみたいな、はい、今右と左が存在するんですよ、うんうん、ここは表裏一体ですもんね、こんな、うん、あまりにも矛盾したものが同時に存在できる空間なので、うん、やっぱりいろんなものといろんなものが出会ったら楽しいんだろうなと思いまして、はい、今日島崎先生の胸をお借りしたいという、はい、僕さ YouTube でいつも思ってるんだけど、こういう時にちゃんと行くところがちゃんと神がかってますもんね、的確な音ですもんね、だって絶対今そこだったもん、俺とかだったらなんか違うもん、なんかすごいなぁと思う、いやもうちゃんとやってますもんね、曲ってどうやって作ってんすか、曲はやっぱりまず生きるのが先で一番に、はい、で生きていろいろ経験すると心がいろんな形になるじゃないですか、はい、でそれがあの言葉とメロディーを持ってムニュって出てくるんですね、でムニュってやっぱ出てくる感じ、はい、あのいろんなパターンがあるんですけど、あのなんか降りてくるとか、はい、掘ったらあったとかムニューとか、まあ、いろいろ、まあ、何でもいいんですけど、はい、とにかくまずそのテーマが出てくるんですよ、メロディーを持って、はい、でそれをあとも追いかけるっていうか、もう掘るとかなんかそんな感じ、あとはなんか あ戻ってきたみたいな、なんか作る曲、あの作るというかあれですよね、あのもともとあるものを探し当てるみたいな感じ、まあ、その時期に僕いるかいないかわかんないんで、はいはい、探し当てるミケランジェロの気分ですね、じゃあそうっす、石の中に石像が余計で、その余計なものをちょっとこう誇りを、それそれです、石師がよく言いますよね、イワシっていうかの、
はい、余計な埃を払っただけだって言うんですけど、いや思いっきりカンカンしてるくせに、そういうつもりらしいです。あの払ったら、はい、それがもうポロって取れた感覚でやっていくんですって。そうそうそう、もともとそこにあると。そう、じゃあのタイミングが結構大事で、はい、あのイケイケでわーってやっちゃうと、あのむにょってその本来あるべきところを掘ってしまったりとか、はいはい、あのするし、掘らんでいいところを一生懸命掘ってしまったりとかするから、あのなんていうか、なるべくそのタイミングをあの大事にしてます。その着手するタイミング、タイミングがやっぱあるんですね。そうそう、今やみたいな、今やみたいな、はいはい、曲によって違うんですね、それやっぱり。違う、そう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 、でもみんな多分ね、同じように やってると思うね。あのなんかあの手法はあの違うかもしれないんですけど、みんな多分あの元々あるものを探してるんやと思う。その自覚がないだけで。あ、なるほど、うん、はいはい、結局あの自分で探してるぞっていうつもりがなくても探させられてるってなるの。そう多分じゃないとね、わざわざ作ってね、アホみたいじゃないですか。誰に、ま、ね、頼まれたわけでもないのにね、うん、そんなことやる人はやっぱり何かしらのミッションがあってやっとんのやと思うねんな。おそらくそうでしょうね、はい、僕もな、まあ、だからそういうのいろんな本に書いてますけども、うん、自分の意思でこれが動いてると僕思ってなくて、これ自体が、はいはい、これ自体はまあ自分で今日ここに来たって言いたくなるんですけども、はい、そのためには僕に、例えば、ピアノは弾くものだよって教えた人がいたりだとか、はい、ここに行った方がいいよっていう価値観をいっぱいいろんな教育したりとか、うん、まあ、一言でまとめると、はい、僕は僕を育ててないって思ったことがあって、はい、あー、鳥肌立つわその話。だってそうじゃないですか、誰もが、はい、あの自分で自分を育ててない、そう、僕はあの僕を育てた気持ちがないので、はい、ってことはやっぱりいろんな環境の誘因で僕は動いてるから、全ての選択が、うん、コーヒーの方がいいって思ったのは、はい、誰かがコーヒーの方が美味しいって僕にいつか教えたんですよ、うんうん、ベンツが欲しいって今思ってたら、うん、ベンツの方がポルシェよりもいいよってどこかのタイミングでやっぱ思わされてるわけですよ、はい、だから僕はそう思ってます。なんかあのこういう話ねをね、あの三つ郎さんみたいな多くの人が支持してる人が、はい、あの与党自民党ね、うん、多くの人が支持してる、いや支持してない、そんな大したことない、いやいや、やっぱなんかな、時代がすごい変わってきてるんやなって今感じた、すごく。うん、あ、こんな考えの人を多くの人が支持できる時代、うん、そうですよね、僕はそれ思う、ねえ、まあ、多いかは分かんないですよ、確かに。だってやっぱりね、うん、今までの価値観やったら、はい、自分というものがしっかりあって、うん、で自分の考えはこうなんだとか言ってる人がかっこいいやん。うん、全くそんなそうがなかった。あれ、あ、そんなことね、自分の芯があるみたいな、あぶれないみたいな、そうがやっぱりかっこいいっていう、あの私のね、あ、時代、はい、やけど今みたいな話しちゃうと、あのこうふわっとしすぎてて責任逃れてるようでもある。そう、うん、あの何かこうかっこよくないみたいな、そんなも責任じゃあかんみたいな、うん、そんなに支持されないっぽいのに、はい、みんながちゃんとそれにあのついてきてはるっていうのは、あ、新しい夜明けなんですね。まあ、そういう新しい夜明け、はいはい、それでは島崎智子さんで新しい夜明けです、皆さん。なんで顔つけたの。新しい夜明けですね。新しい夜明けの、あの、で本で読んだんですけど、はい、何の本やったかしら、あの例えばこの腕を、はい、曲げるじゃないですか、はい、で今曲げるぞって思って曲げてるにしても、そのノウハウを取ったあの研究してはる人らが、あ、僕の本だもん。そっか、失礼いたしました。いや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 、なんかさっきに命令っていうか、はい、ね、出てるんですよね、筋肉準備電位っていうのがあって、筋肉を動かすためには、ここから昔は先に脳が
俺はこのペンを取るぞって指令があって、うん、ビビビって言ってペンを取ってるって、うん、もちろんそうですよね、今取ったんですから。ところがここに綺麗にこう電位計つけて脳波を測定してみたら、先に筋肉が動くんですって。でここら辺の位置にペンを取るぞって脳が意思を沸かすと。でこのタイミングもあの慶応大学の前の教授だったかな、聞いたら 0.3 なんとか秒ってのがあって、それがちょうど人間が自分がやってるんだぞって勘違いするにちょうどいい秒数なんですって、うん、これよりも長くてもダメだし短くてもダメで、だから先に不思議ですよ、僕は今鉛筆取るぞって思って取ってるはずなのに、本当はこれが起こった後に鉛筆取るぞ、全ての行動がそうなんですよ。だから意味付けしとるんですよね、はい、僕が思うにはでも本当は全てがもうぐちゃぐちゃに勝手に動いてる地球で、うん、何か主人公的なものの視点が欲しいから、うん、こいつがこう動いた後にこれを俺だと思い込むために、うん、俺がこれをやったんだぞって後から思わないといけないと思うんです。こういう映画が本当はただ起こっていて、はいはいはい、それをあ私がやったんだね、私が今置いたんだね、私がこの音を弾いたんだねっていうのを、うんうん、後から意味付けしないとこの主人公目線になれないっていう、うんうん、でも本当は全部がぐちゃぐちゃに起こっていて、同時多発的にそんな世界を見てる。でなんか全然もう多分音楽なんて今日できないんだろうなって思ったんですけどいいんですよ。でちょっと思ったこと言っていいですか、あのさっきあの役割を固定された相手がいないと役割演じれないじゃないですかって言われた時に、うん、あこの人本当すごいなって思ったんですけど、僕もこの話をよくしていて、あの僕たち大体同年代でよろしいですか、はい、43になったんです。僕55年生まれです。あ、じゃあ4つ上です。あ、4つ上ですね。で高校ではちょっと被らないぐらいな先輩ですね、はい、4つ上、はい、あの僕たちが小さい頃っておもちゃ屋さんに行くと、うん、猿のぬいぐるみでキャッ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 覚えてます、はいはい、あれがあるんですよ。で僕子供が生まれた後に子供今も小6なんですけども、おもちゃ屋さんに行った時にその時代であれがあったんですね、うん、あすげえと思ってこれ懐かしいなと思って見てたら、こういうバリケードが周りに貼られていて、その猿のキャッ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 あれって動くじゃないですか、はい、キャッキャッキャッって動いて、ある一角に来るまでは何もしないんです。で、ある一角に来たらワッキャッキャッキャッってなんですね。でよく見たら上からその区間だけに Wi-Fi か何かで電波を飛ばしていて、猿がここのエリアに入ったらある特定の動きをするんです、最近のやつは。で、また車であっちに行ったらしない。でまさに僕はそれが今起こってると思ってて、はい、このスタジオに来たら僕はもちろん特定の動きをしますよ、こういうこういうとか。でもこれを僕が急にご飯食べながらこういう動きは起こらないですね僕は、うんうん、だから特定の場に来ると、はい、この体がその場にの何かを動かないといけなくなると思う、うん、だからコンビニに行ったら、はい、例えばこういう動きが起こったりとか、はい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 、それはこの猿と一緒で、はい、そのエリアに実は動かされてるっていう考え方を僕はしていて、だから彼氏さんがいたら、はい、彼氏さんと一緒の 晩においては彼女さんっていう動きをするし、はいはい、僕家に帰ってきたら、はい、この家という晩においてはもちろんお父さんっていう、はい、役割をするし、だって家で急に僕書類とかしないですもん。それは家という場が結局動かしてる、うん、で誰もは実はそうだね、今日はあのトミー君来てますけども、トミー君も今カメラを撮ってるのはこの場だからだと思うんですよ、うん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 、で今までは自分がこの場に来て俺がカメラ撮ってるっていう意思が自己主張だったと思うんですよ、僕たちの人間の、はい、しかも場が全てを動かしていて、その場に来たものは猿のぬいぐるみと一緒、ここまではジャーってきて、はい、キャッ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 ジャー、その場が断続的に常に起こっているのが世界だというふうに見てるの常に。なのでさっきの固定される相手がいないと役割演じられないじゃないですか発言で超びっくりした、はい、そうね、そうか、なんかあのな例えばびっくりした、今ここまで話して死ねって言われた。いや違う これもじゃあもう受け入れなしゃあないよ。そのね、はい、せめて、はい、どの磁場に行くかは、はい、自分の心が、はい、決めてる、決めれればいいなというか、ああなるほど、決めてるっていう実感があった方がドラマにはなりやすいけど、でも今の話で想定すると
それもない感じやな。いやそのねそのね、はいはい、私その悲しい気持ちにすごい弱いんですよ。うん、悲しい気持ち好きですか？いや好きか嫌いかは分かんないですけど。あそうか。僕なんか全体的に好き嫌いっていうのがもう薄れてきていて、いい俺があんまりなくて、で風邪ひいて熱の時もこれめっちゃ最高じゃんとかって思っちゃうので。なんかでただあの悲しみの正しい楽しみ方は悲しむことだと僕本に書いてあるので、ウェン、はい、そうじゃないですか。悲しみで怒りの正しい楽しみ方は怒ることだから、僕悲しい時めっちゃ泣くし怒る時めっちゃ僕怒りますし、でもそれ全部楽しんでるんじゃないかなと思うんです。すげえ。俺悲しいの嫌なんだよ。嫌です。いや僕も嫌ですよ。だからそれが正しい楽しみ方じゃないですか、悲しみの。ほんまや、だってそれそうですよね。ほんまや、悲しみの正しい楽しみ方ができてるんですよ。ただそれはやっぱりここ以外の視点から見た時であって、そうやな、そうやな。これが僕たちの本当の大元、一社なるもの、プラトン哲学でこれ一社って言うんですけども、はい、一社って言うんです、プラトンの哲学で一社一つのもの、はい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 、オールイズワンやな、はい、もう一社しかないこの全ての動きは、はいはいはい、でここまで目線を引けば、うん、あの結局悲しいを楽しんでると言えるんだけど、はい、でも このこっちにいるジガーは、うん、悲しんでいる状態が最善なわけだから、悲しみは嫌がるべきじゃないですか、当たり前だし。でこんだけ僕言ってお前悲しまないんだろうって言うんだけど、もうめっちゃ悲しみますよね、で怒るし、でも怒んでる時にふっとそれが正しい楽しみ方だよなって思ってる自分もいる。はい、ポイントください。そんな感覚で生きてる。そういう感覚に少しずつちょっとずつなっていけたらいいな。今渦中やからな。悲しいわ。悲しいですよね。2ヶ月前ですもんね。悲しいですよね。そうやね。悲しいのから逃げることばっかり考えるわ。正しいんじゃないですか、それは。悲しみの正しいあの楽しみ方ですよね、それは。まあよね、苦しみの正しい楽しみ方は苦しむことだし。なんかでもこんな話をいつも僕あの講演会とか YouTube でしてると、だからなんかいろんな誤解が発生するんですよね。じゃあお前はさっきも言ったけど苦しまないんだろうとか、ね、じゃないし言ってることは、うん、正しい通りに僕も苦しむし悲しむし、でそれでいいんじゃないのって思うんですよ。でそれでいいんじゃないのって思えない自分が常に出てますよ。絶対嫌だ、悲しむなんて嫌だ、苦しむなんて嫌だって言ってる自分でいいんじゃないのとか言ってるんですよ。今日これなんだみたいな、すいません、こんないや、トミー笑っていいんだよ、これ、あの笑い声むしろ欲しい。よかった、今日。そうね、じゃあもうなんか、いや、今日な、あの聞いてください、ぜひ一曲聴かせてください。あっ皆さんにじゃあ一曲、本当に日本が誇る、トミーだって生で聴いてないでしょ。聴いてないです。多分今心臓落ちると思うから、ちょっと僕一回これ置いとくね、絶対落ちるから心臓が。なるほどなぁ。そうか。いやなんか、そうか。そしたら、やっぱ、今の、あれや、いや、その今日ね、今日、光郎さんとお話ししてね、はい、楽しい時間を過ごすじゃないですか。はい。あ、僕は楽しいです。楽しいです、私も。あ、よかった。ありがとうございます。あの家帰ってね、はい、玄関開けたらね、はいはい、それが待っとるんですよ。どう私が避けたいゾーンが、 Wi-Fi のゾーン、ああ、なるほど、キャッ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 のゾーンが、ね、あってね、で、そこの Wi-Fi に入るのが嫌やからね、はいはい、玄関でまずハーゲンダッツ食べるんですよ。おお。すごい。でもこれ心理療法にありますよね。すごい的確にやってる。ありますよ、なんか心理療法でわざとアイスをその前に食べるって。そうやった。行動のなんか変更のやり方ですね、それ。知らんかった。それでね、はい、なんとか部屋に入るんですけどね。うん、ちょっとじゃあ歌わせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。まーい。日電話で話した時間は
てたの。別れるつもりで付き合ったから、気持ち伝えるなんて無駄と思ったの。悲しいという周波数と
惨めであるという周波数を一緒くたにしてしまうんです。お別っぽいっすね。どうですか、ちょっと僕は悲しみと惨めが、なんかあの私がその悲しいの嫌だ嫌だって思うのは、はい、やっぱ惨めになりたくないという気持ちがすごく強くて。ああそうなんですね。惨めになりたくない、なんか悲しんでる人イコール惨めみたいな。ああそういうもう方程式でもあるんでしょうね、きっと。はい、あのかわいそうな人イコール惨めというか、なんか悲しい単体で捉えてなかったって今思った。惨め、あのそうですね、誰かに、はい、いじめられるから惨めじゃなくて、うん、誰かにいじめられている自分を惨めだと思うから惨めだと僕は思うんですよね、はい、だから悲しいから惨めじゃなくて、悲しんでいる自分を惨めだと思うから惨めっていうか、捉え方そんな気が僕はなんかで、ごめんなさい、あの悲しみもいいもんですねって今言われたんですけど、はい、もういやそれは違うと思ってて、悲しみは嫌ですだから、だからでそれが正しいんだと僕は、うんうん、そういう主張なんですよ、はい、だから、はい、悲しみは悲しい、あでも楽しいって思える瞬間もやっぱあるんですけどね、はい、それなりに、はい、でもやっぱ悲しみの正しい楽しみ方は悲しむことであるって僕は、うん、もう本人やっぱいつも書いてるから、そんな気がするんだよ、うん、怒ってるやつの正しい、あいつ怒ってるとしたら、うん、あ正しい楽しみ方できてるなって僕ふと思ったりする、うん、すげえちゃんとできてるみたいな。だから無理になんか悲しみも楽しかったっていうのもちょっとなんか僕は やらないっていうか、あのなんかならない、悲しい時めっちゃ悲しいしもう死ぬって思うし、あ楽しくはもちろんやっぱないけど、はいはい、なんかあるべき感情というか、はい、あでもやっぱ嫌やわ、ハーゲンだと食べてるわ自己表現のいい手法ですよ、はい、今の曲は新しいアルバムに、あ、そうなんですよ、入ってる、そう、悲しみの皮という歌です。まさにでも同じことっていうか、はい、今はただ悲しいですもんね。そう、今はただその Wi-Fi 場にいるっていうことですよ。そう今はただそうですよ。そうなんです、そうなんです。